テストマイク中。はい、ということでね、ここ最近毎日投稿しっかり頑張れてたと思うんで、引き続きイラスト紹介していきましょう。久しぶりにイラスト募集してみる？はい、しょっぱなからうまいんですけども、うまっ。いや、ついにね、桜の咲く季節となりましたけども、その季節感にね、合わせた女の子を描いてくれました。めちゃくちゃうまいですね。うん、色使いが相変わらずに美しいです。この頭の上に乗ってるこれなんだろう？これね、ちょっとごめん、一瞬ね、大阪万博の太陽の塔に見えた。いいっすね、獣耳っ子。まあ、最近ね、なんか馬娘とかっていうアプリがめちゃくちゃ流行ってきてて、まあ、それでね、ちょっと獣耳ブームになりつつありますよね、ネット自体が。うん、ツイッターとかでもね、結構獣耳イラスト描いてる人めちゃくちゃ多いんですけども、この髪の下のところで、このポンデリングみたいに丸くするの可愛いですよね。ポンデリングに例えると可愛さちょっと薄れちゃいますけどもね。これあれでしょ、絶対なんかクラスでさ、なんか俺の隠されし力が今とか言ってそう。目だけ赤にするとマジでかっこいいな。この人の色の塗り方ね、なんか時代をすごい感じさせる。なんか昔の歴史ある書類とか、なんかそんな感じの、なんかこの鉛筆の塗り方をしてる。全然伝わらないと思うね。そしてこちらね、シンプルに可愛らしい。これ獣耳じゃないよね。これは多分あれね、ファッションのなんかこう、アタッチメントというか、アタッチメントって言うっけ？なんかね、中国出身のなんか中華系の街に、なんか中華街とかにこういうのつけてる子たくさんいるよね。髪になんかこう お団子みたいな、銀玉のかぐらちゃんみたいなやつ、うん、これあれでしょ、もうツイステでしょ多分。覚えましたよ僕。ツイステはね、あれですよ、ポーズ何にしてもかっこいいですよね。あれすごいですよね、何のポーズも似合うってやつね。ちょっと待って、これね、本当にマジで言わないとって思ったんだけど、ウルウル D のイラスト描く人マジで多すぎて、タイムラインで久しぶりに今イラスト募集したんだけど、ウルウル D のイラストマジでどこにでも出てくる。でもっとやばいのは、僕の動画のサムネにこの人たちのイラストが載ってたらこの動画見ようって決めて、載ってない、全く関係ないのだったら見るのやめようってなる人があまり多すぎる。ちょっとそういうファンをね、増やしすぎました。まあ誰のせいかと聞かれると、まあ俺のせいなんだけど、まあでもこの界隈の人たち、うまいんだよな。これはね、原神ですよ。まあ僕やったことないんですけど、この子ね、確か原神のアプリのね、アイコンになってた気がします。うん、まあこの見るからにね、おそらくなんかとてつもない力を秘めてるんでしょうね。まあここにもね、太陽万博の太陽の塔とは似ても似つかない感じの、いい感じのね、アクセサリーがついてますね。なんか原神のね、雰囲気僕すごい好きなんですよ。やったことないけど。これもね、なんか見てると明るくなれる感じのイラストでしたね。採用させていただきました。うん、うん、とてもいい笑顔ですね。天使の輪っかかな、うん、白がたくさん対応されていて。VTuber とか実況者じゃないことを願う。初音ミクもね、結構多いんですよ、僕の動画。うん、いつからだろうね。いつから多くなったかわかんないんだけど、初音ミク系のイラスト描く人たちって、なんかね、色使いがすっごい織細で綺麗なんだよね。なんだろう、透き通る色を使う人がね、結構多いんだよね。ここの髪の毛についてるこの四角いアクセサリーみたいな、すごい好きなんですよね。わかる人いるかな、うん、と思ったらネギ来ました、ネギ。そう、これね、これですよ、これ。速攻でね、描いてくれたそうです。みんなちょっとね、僕のイラストを描かなすぎじゃないですか。うん、まあ実況者さんとか他のグループさんとかね、まあ初音ミクもいいですけど、たまにはね、僕のイラスト描いてくださいよ。いや、もうオリジナルといえど、これはちょっとわかんないですけど、この人のイラストね、雰囲気がめちゃくちゃかっこよくて採用しました。いいっすよね、こういうの。このイラストうまいな、これやばいな。ちょっと中身が減ってる。さてはこの子が飲んだやつ。あ、じゃあ俺もらいます。夕焼けを見据えてね、涙を流してるんでしょうね。すいません、胸になんか刺さってますよ。これはなんかおとぎ話とかですかね。いや、ただのイメージですかね。なんか最近こう時計会社からの案件で、なんかその時計、送った時計となんかイラストを組み合わせて、なんか絵描きさんとか結構描いてるのタイムラインで見かけますけどもね。それだったら面白いですよね。時計とね、女の子もいいですよね。時計と女の子はいいんですけど、まあ、時間に縛られる女の子はちょっと無理ですね。蝶になるにはまだまだかな。三つを。